元バイト AKB として知られる梅澤まゆかさんが経営するラーメン店が突如休業し、彼女自身も失踪状態にあると報じられています。 SNS は4ヶ月前から更新が止まり、彼女の行方については不明のままです。かつては AKB の派生グループで活動し、その後は八雲などのラーメン店を開業し経営していました。彼女はネット上での名誉毀損に対して裁判を起こし勝訴するなど、ラーメン業界での発言も注目されていました。しかし去年の9月1日を最後に店の SNS は更新されず、梅澤さん自身のアカウントも8月29日を最後に静まり返っています。10月には彼女が失踪状態にあるとネットメディアが相次いで報じました。神奈川県大和市にある彼女の店を訪れると、準備中の札と本日臨時休業の表示があり、店内は無人で備品やゴミが散乱している様子が見受けられました。近隣住民からは悪臭トラブルも報じられていましたが、訪れた際には特に異臭は感じられませんでした。